加藤公平から1923年8月5日は、戦前日本の政治活動家、実業家、教育者。本名は、加藤正夫。岩見国阿農軍出身。並根東、村上川内本加藤家13代目当主。明治期に、岩見地方で展開された自由民権運動において、明治自由党医師部に加わり、小原哲臣、堀哲造。 米田ワはイチラと活動を共にした。ナ根八幡宮の偽セ撲滅会は、社殿の中央に園内を設け壇上には、紐布を色白地に赤文字で、偽セ撲滅会社退治と記した幕を、社殿中は一面に、小灯を展示聴衆数百人に演説を促したものであった。第一席には、 タクアヤつくりが、偽党革命滅さんの組合という題にて海心党が、偽党であることを弁じ立憲海心党を、撲滅するは、今日の急務であると演じた。第二席には、加藤菊太郎が、外面は、菩薩のごとく内心は、野舎のごとしという題で海心党と、三菱会社の不正を攻撃し演じた。第三席に、加藤公平が、 ようやくは緊迫を知らずという第にて、同じく立憲改進党を攻撃し、その首長を、党員の行為の、相反せることを論じた。第4席に、堀久太郎が画国財政困難の起源という第にて、立憲改進党総理、大隈重信の財長の失勢を挙げ、C で、三菱株式会社を保護したことにより、国家を衰退させたと演じた。第5席に、小原哲臣が、 立憲改新党の組織を論じて、偽トータル理由を明らかにし合わせて、地方同等院の限りを覚ますという第二手、改新党が偽トータルを演説した。ありがとうございます。